ハロー YouTube、今日はですね、JAXA のですね、新しいロケット H3 ロケット実験2号機ですね、こちらの方が、今日の朝ですね9時30分ぐらいですかねに、種子島宇宙センターから、打ち上がりまして無事、人工衛星を軌道投入することに成功したと、そういったニュースについて解説をしたいと思います。H3 ロケット1号機はですね、600億ぐらいかかった地球観測衛星を乗っけて、打ち上げに失敗しまして、高価な衛星ごと海の藻くずとなってしまいましたので、徹底的な事故原因の追及が行われ、今回はもう人工衛星失ってしまったら取り返しもつかないことになってしまうということで、もう人工衛星乗っけずにですね、打ち上げをやるということになりました。まあダミー衛星と機能を確認するための衛星を乗っけて打ち上げました。まずですね、種子島宇宙センターから、極軌道、SSO ですね、太陽同期軌道というところに送られます。極と南極を回る軌道なんですけども、すぐにですね、南の方行っちゃうと沖縄とかフィリピンを通ってしまいますので、ドックレッグターンといって一旦ですね、東側に行って、そこから急角度で、また南に戻っていくというようなこういったターンをします。でその後ですね、この、人工衛星はですね 2段目も地球に再突入するのかな、ということでですね、再突入の試験機なんか入れればよかったのになんて言われておりますけれども、まあなんかそんなことをやる余裕もなかったんでしょうかね。で、今回のですね打ち上げに使われた1段目、2段目、共にあるんですけども、2段目はですね、LE5 という、以前から H2 とか H2A で使われてたロケットのシリーズのエンジンを積んでおります。もちろんそれの改良型ではあるんですけれども、1段目がですね、今回完全に新しく開発した液体酸素、液体水素のロケットですね。エンジンサイクルっていうのは非常に重要なんですけれども、従来の H2A は2段燃焼サイクルというサイクルだったんですが、今回エクスパンダーブリードサイクルという新しいエンジンサイクルに変えられています。大きく2段燃焼サイクルと違うのは、そのプリバーナーと呼ばれるですね、副燃焼室というところで燃焼した燃焼ガスをそのまま燃焼室に送り込むというのがですね、2段燃焼サイクルなんですけれども、今回ですね、プリバーナーがなくて液体水素をですね、燃焼室の周りにですね流し込んで、その膨張するエネルギーを使ってタービンを回して燃焼室に液体酸素と液体水素を送り込むというのがエクスパンダブリードサイクルです。ローコストで作れて、かつですね失敗が少ない、失敗要素が少なくなるということで LE5 では採用された経緯があるんですけれども、 LE9 のようなさらに大型のエンジンですね、桁が一つ違うエンジンで採用されたことはこれまでなかったです。なんで、これを採用したかというと、そのローコスト化に寄与するんじゃないかというところが一番大きいわけですけれども、当然ながらですね、水力が10倍になってもですね、表面積、燃焼室の表面積が10倍になるわけではないので、つまり何が言いたいかというとですね、温度を上げるために液体水素と、熱交換をするわけですね。燃焼室の熱をですね、液体水素を気化するためのエネルギー源として使って、それがタービンを回すエネルギー源になるんですけれども、それを吸収するのがその燃焼室の表面でしかないわけですよね。表面積はですね、そんなに大きくならないんですね。実際のところ2乗3乗の法則っていうのがあるんですけれども、体積は3乗になるんですが、表面積は2乗にしかならないということでですね、表面積は体積に比較するとですね、非常に小さくなる。だから小型ロケットエンジンではですね、向いてるエクスパンダブリードサイクルってシンプルで堅牢性の高いシステムなんですけれども、 LE9 のような大型ロケットエンジンではあまり向いてないということが途中で分かってきて、最初からそれを指摘してる人もいましたけれども、それでいろんな無理が出てきて、例えばその燃焼室の裏側にですね、液体水素を通すための溝が掘ってあるわけですけれども、こちらの方から漏れが生じたとかですね、一番怖いのはですね、ロケットの固有振動数とタービンのなんかそのブレードのこう、振動みたいなものが一致するとカタストロフィックなですね、破壊が起きてしまう可能性があるので、ロケットの例えばじゃあ3万回転のタービンを使ってたとしたらですね、その0回転から3万回転の
定格のその回転数の中にそういった破壊モードの周波数がないことを確認したりとかしなきゃいけないんですが、まあ、今回の場合ですね、高回転にすると、壊れやすいということが分かっているので、とりあえずタイプ1というですね、回転数を意図的に落として性能を下げた LE9 エンジンを使ってます。今回ですね、タイプ 1A っていうですね、ちょっと改良を加えたやつ、今回2機かな、ロケットエンジン積んでるんだけど、片方はタイプ1で片方はタイプ 1A っていうのを使ってます。いろんなコンフィグレーションで、例えば SRB って横につけてるあの固体燃料ロケットを例えば2本にするとか4本にするとかってのも選べるし、ロケットエンジンの数もじゃあ2本とか3本とか4本とか選べるようになってます。今のところタイプ1のエンジンだと十分な性能出てないので、それは無理、 SRB を使わざるを得ないと。 SRB 使わないとですね、劇的にコストが下がって、まあ、約50億円ぐらいでロケットを打ち上げられるということで、まあ、あのドル換算するとですね、3500万ドルとかなので、世界の打ち上げマーケットでも十分ついていけるというか、十分戦える、ロケットになる予定だったんですが、まあ、タイプ2のエンジンの開発にあと数年かかるんじゃないかなというふうに懸念されております。ですので、まあ、なかなかコストダウンという意味ではですね、なかなかうまくいくまでにはまだまだ時間かかるかなと思いましたが、まあ、ほっと一息と関係者の人たちはですね、考えられるバグのモードをですね、破壊モードとかそういったものをですね、徹底的にしらみつぶしに当たって、今回成功したということでですね、私もたまたまね、打ち上げライブでネットで見ておりましたけれども、たくさんの人たちがですね、心配しながら見てたと。まあ、この H3 が打ち上がることによって予定されていたね、ロケット打ち上げ、例えば火星探査機はもう打ち上がるかどうかちょっとわかんないですけど、本当ギリギリのスケジュールだったんで、次世代の火星探査機、あの火星が地球に近づく瞬間って2年に1回しかないので、今回のね、打ち上げられないってなるとですね、また打ち上げ2年後かなんていうふうに言われておりましたが、もしかしたらですね、今回 H3 試験2号機が打ち上げ成功したことによってできるようになるかもしれない。まあ、それぐらいですね、ロケットの打ち上げスケジュールっていうのはね、あのゴリゴリに決められてますので、なかなかその順番変えたりとかなかなか難しいんですけれども、まあ、今回とりあえず打ち上げ成功してよかったと思います。ということでですね、今日の、解説は H3 ロケット2号機の打ち上げについてでした。いってらっしゃい。